あ。FEC チューンド。FEC 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 チューンド。KY デンジャラスのデンジャラスナイト。はい、さあ始まりました。デンジャラスナイト、KY デンジャラスのコウタと中地です。お願いします。お願いします。毎回さ、KY デンジャラスのコウタと中地でお送りしていますって言いたいのに、はい、中地ですって言ったらなんか、あ、そっか、丸ついちゃうから、はいはいはい、ちょっとやめてもらって。本当になんでしょっぱなから怒られるの。そっかそっか、そうだね、そうだね、はい、ということでですね、はい、今日もですね、はいはい、たくさん企画もありますしね、はい、ぜひも今週も1時間お楽しみくださいということで、はい、火曜日ですね。すごい、いっぱいコメント来てますね。 あ、じゃあコメント読んでいきましょう。はい、あ、ラームちゃん、マリンちゃん、コンティニー公演ありがとうございます。ありがとうございます。早速ね、30分後ね、ありがとうございます。コインが切れちゃったらね、もうラジオすることできないんで。できますけど、はいはい、一旦止まっちゃうんでね。皆さん、はい、コンティニー公演ありがとうございます。ありがとうございます。ゆうとさん、お、来ましたよ。お、ありがとうございます。ありがとうございます。今日バスケのインハイ行ってきました。やはりコーナー強いです、男子ね。確かに今夜も頑張ってくださいということで、あのね、そっか、インターハイの時期か今、うん、コーナー高校めっちゃ強い。いや俺、これバスケ、バスケしてて、うんうん、特に平陽太くんっていう子いるんだけど、今何番、4番かな今。これは現役の3年生、3年生なんだけど、これ俺が小6のところ小4かな、うん、で中3のところ中1か、うん、ずっと上手いからね。有名なんだ。2個下のもうスーパースターだね。中学校の頃、かっこいい、俺たち中3で、まあ、俺の高校は、まあ、俺の中学校も弱小だったんだけど、うんうん、の時中学校で一番強い中学校、うん、小倉中学校かな、はい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 、で一番強い中学校でめっちゃみんなでかくて、うん、中学校だけでも80とかいっぱいいるチームで、ー中1で身長150センチぐらいだったんだけど、うん、スタメンだったから、ね、うわーすごい、スーパースターやん。で、陽太くんは、そうそうそう、で、陽太くん今、高校3年生の奥さん、身長178センチになってて、うん、ダンクできるっていう。うわー超すごい。ツイッター見た？ダンクシュート、ダンクしてるの見た見た見た。あれ、あれ、あれ陽太くんだよ、あれ、あれ陽太くん、うわー、めっちゃすごい、すごいね。ダンクシュートってさ、うんうんうん、あれ何なの？ただの見せびらかし。いやいやいや、パフォーマンスはパフォーマンス。でもね、一応見せびらかしだよね、うん、普通にシュート打った方が確実。まあね、まあまあ、まあ、テンション上げるためみたいな。あまあ、まあ、プロのバスケ、ういういみたいになるし、はいはいはい、うん、プロのバスケだったら分かるけど、なんかインターハイではちょっとな。だってリングよく勘違いするのがみんな、え、俺もダンクできるぜって言って見とけよってジャンプしてリングバーンって触って、うんうん、これダンクできるぜみたいな、リング触れるもんって言うけど、うんうん、いやダンクってリング触れる程度でできない、へー、もう肘上ぐらい超えんと。あ、マジで？だってそうか、ボールを、いやまず上からボール持ってる時点で、うん、ジャンプってしづらいじゃん、うんうんうん、両手振れんから、うんうん、ボールあ、そっか、うん、で、ジャンプ力下がるべ、うん、プラス、ボールを超えんといけんから、うん、確実にもう肘もうこうできるぐらいじゃないと、やばっ、ダンクは、まあこれは言い過ぎだけど、やばっ、陽太くん本当に、え、ダンクってめっちゃすごいな。めっちゃすごい、だから妖怪やん、もうお前小学校リングダンクできる？だから俺できると思ったんだけど、うん、できなかった。だろう、だから意外とできなかった、小学校のリングでも。そう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 、意外と難しい。触れはするけども、そうそう、でもできない、絶対できない。そうそうそう、だからダンクはもうすごいっすね。すごい、ほんとに夢ですね。簡単にやってるけどね、うん、かっこいいな。インターハイか、もう悲しいな、ちょっと。なんでよや、高校生に戻りたいなと。なんでよや、別にだろや、マジで。うん、あ、でも、あ、確かにあるね、見に行ったら あるわ。あ、うん、俺も去年見に行ったけど、確かに俺高校生の時、あの雰囲気な、インターハイでお前高校に戻りたいって、もう高校時代も別に何もしてんだろお前。俺だからインターハイは、はいはい、そんなだから興味なかった。野球は興味あったけど、はいはい、野球は6月からだから、うん、なんかね、なんかもう熱が冷まって、いやだから野球部だけせこいよな。え、そう？わかる？学校で、あ、みんなは7月とか8月、あ、違うな、あ、間違えた、6月にみんなはやられるさ、うん、野球部だけちょっとなんか8月、9月ぐらい、はいはいはい、9月ぐらいか、うん、夏休み後ぐらいに野球部だけ特別になんか激励されるやん。ああ、そうか、超せこい。そっ
か、うん、まあそうで、ほとんどの学校あるあるなんだけど、うん、野球部絶対破壊するんだよね。わからんけどなんかそういうイメージある。偏見だろそれ。するさ。まあまあまあそんな感じの破壊、うん、まあエンジンとか組むね。はいはいはい。あれを舞台で舞台で。うんうんうん、やるね確かに。いやー、インターハイでね、みんな盛り上がってる時、野球部はなんか静かに練習してるの、ちょっとかわいそうだなって思ってるんですけど。まあ確かにね、その時にね。うん。あ、そう、バスケといえばね、この前公園にですね、はいはい、僕と、まあ、中地と、うん、デコポクトリビング両との3人でねバスケしに行ったんすよ、うん、でもうリングが全部埋まってて、うんうん、みんな中学生たちが試合してる状態でね、うん、まあ俺は元バスケ部で、まあ、別に下手ではないで、うんまあ、ちょっとなんならちょっと上手いぐらいなんで、うん、まあ自分で言うのはあれなんですけど、はいはい、まあ、俺はバスケしたいから試合したいって言って、うん、じゃあ俺が試合したいって言ってくるから、お前らどう試合やりたいって言ったら、うんうん、中地、でも相手中学生だから俺素人だけどいけるかなみたいな、やろうかなって言って、で両方とも両方でバスケ部だからか知らんけど、ちょっと自信持って、はいはいはい、じゃあ俺もやるわって言って、うんうん、3人で試合して、うん、ボロックソにやられて中学生に。こいつらマジで、いや俺もそれはさ恥ずかしかった、マジで俺もそれは別に元気でもないからそんな何もできんけど、こいつらもよ、こいつらもう下手のレベルじゃなかった。もう中地なんてもうリバウンド取ろうとしてジャンプして、うん、頭にボール当たるぐらいのレベルなんで、ピョン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 したからなんか、えい。いやいいだろ別に。や、りょうとひどかったりょうとひどかった。だから俺は別にさ、まあ、素人だからいいけど、りょうと元バスケ部でしょあれ、うん、いやきつかったな、りょうとの下手くそっていうのは元バスケ部で、まあまあ可愛いからいい、まあまあ可愛いからいいってなるんで、ね、うん、せこあいつ、あいつせこ。そう、なんかリョウトがさ、ピョーンって言ってバンにガーン跳ね返っても、うんうん、リョウトが、お前もかわいいなお前ってなるけど、うん、ヤーがバンやったらムカつく。マジで、ほんとにダサいとしか思わんね、バスケしに行きました。偏見だな、はい、ということでですね、コメントちょっと読んでいきましょうか、はいはい、マリアさんこんばんは。こんばんは、ありがとうございます。アイコの犬かわいいっすね、柴犬。アッサーさん、西原バレーアベック優勝すごいっすよね。西原、ま、バレーめっちゃ強いからな。アベックで、うわすごいな、うん、かっこいいな。バレー部女子エロいよな。エロい、めっちゃ好き、うん、俺ジョバスとジョバレーどっちが好き。あー際どい、これ際どい、本当に際どい。なんかどっちも良さあって、どっちも好きだよ。ジョバスは脇がいいよね。ジョバスは脇だね、うん、ユニフォームで。ジョバレは足でしょ。 あとジョバレの、うん、ジョバスのバスパンって、うんうん、足上げた時に、はい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 、あの重力に逆らえんさ、はいはい、バスパンってあれいいよな。あースパッツ見えたりする、うん、このバスパンってねダボダボだからね、うん、そうそうそう、結構下に奥まで見える、うん、あれを俺天使の輪っかって読んでる。誰よや誰が読んでるかよそんな。まあ、バレー部バレー部でもともと短いから、あれいいな、うん、ムチムチ感、あとこの時のこの胸、あー、うん、いやいいわ、うん、いいね。まあ正直人によるけどね。あー、どっちも選べないですね、うん、まあ人によるね、やっぱ顔によりますね、はいはいはい。中原優斗さん、こんばんは、初めて見ました、ありがとうございます。ありがとうございます。この前九王高校で撮影した時、お隣でいろいろ言ってた人です。あとバンドインターハイでもおしゃべりさせていただきました、頑張ってください。あー覚えてるよ。中地わかる、俺覚えてる覚えてる。中地九陽高校行ったから、ね、九陽高校に一回撮影しに行って、うん、でこの前ミュージックタウンでイベントの司会した時に、はいはい、あーいたね、なんかその時にいたやつ、うん、どういう仲いい以上。なんかめっちゃなんか昔からの知り合い感を醸し出しながら来られていいだろ、仲良くなってね。じゃあゆうとさん、じゃあね、もう仲良しになってください。あのなんか弟にしたい、めっちゃ可愛い。誰目線だお前誰目線だ。いや後輩だからいいでしょ、弟にしたいって。お前弟、お前だろお前弟なんでおかしいだろ。ゆうとさん、ズバ抜けてますよ、ヨウタさん。あーバスケね、ヨウタさん、ヨウタすごいっすわ、ほんとに。ヨウタ弟にしたいな俺。なんでよお前が言うなよ。中田猫さん、こんばんにゃすということで、こんばんにゃ。あ、猫が本当に好きなんだね、はい。また忘れた、スプリームか、スプリームさん、スプリーム、スプリームさん。チーム的にはスリーポイントの方がいるし、あ確かに確かに、どんなにかっこいいダンクしてもスリーポイントの方が1点上だから、ね、うん、確かにね。まあまあでもチームの雰囲気良くするっていうのはまあダンクでもいいですね。ゆうとさん、ダンクは意外と舐めてるけどテクニック必要。そうなんですよ、テクニックですね本当に。まあ、僕もあんまりわからないですけど、器用さしそうかもね。スプリームさん、 FEC バスケ的なあかん人たちいるよね、デコボクトラベリング。あ、わかるの。へー、そうそう、デコボクトラベリングもクソ下手だから帰りもね、
帰りどうなの？帰り？え、量とか下手くそなのは許せる俺。うん。下手やさ。うわあ！ダセー！帰りが下手わよ。ダサいって。ダセー！うん。マジで？え、帰り俺案外スポーツ音痴なんだ。確かに。なんか走り方とか気持ち悪そう。気持ち悪いと思う。俺も。偏見だよ。こんな。外向きだ。手外向き。カニかや。ゆうたさん、それはすごいということでね。ひろみさん、いつもベンチだと聞いた。りょうと、帰りがうまいんですよね。え、どうなの？バスケ経験者りょうとよりは帰りがうまいやつだ。あ、まあ、素人からしたらね、それは、うん、まあ、うまい方にはなると思いますけど、うんうん、まあ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 、バスケ経験者から見たら、まあそうですね、ノーコメントで。いや、でもね、うん、すごいですよ。帰り、ダンスが上手ですね。あ、ユミさん、こんばんは。こんばんは、ユミさん。こんばんは。ありがとうございます。愛知県からね、わざわざ。うわー、ありがとうございます、ほんとに。ゆうとさん、帰りうまそう。そうなんです。うまそうな人が下手だったらショックなんだよね。いやー、いいね。なんかいいわ。帰りイケメンだからね。こういうなんか欠陥があると俺はワクワクする。でも、意外とイケメンのやつが音痴だよね。あー。かっこいい。はいはい、逆にかっ、ブサイクな人がうまかったりする。お前の親友、竹富カンタ。竹富カンタ、めっちゃスポーツ万能です。大西ジミーみたいな見た目なんですけど。見た目も気持ち悪いんですよ。めっちゃスポーツ万能。スポーツ何でもできます。逆に、だから、あれさ、なんっけ1000万円チャレンジャーさ。おー、ボクシングの。アベマ TV でやってたやつですね。そう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 、あれとか、ホスト、イケメンだけどめっちゃなんか、ね、ボクシング下手、気持ち悪いみたいな。意外となんかイケメンが下手だったりする。じゃあブスで、俺の場合ブスでスポーツできないっていう。ああ、もう終わりさ。もん、終わりなんだ。もうジエンド終わりなんだ。来世に期待。消化試合。うそー、残りの人生消化試合。うそー。マジか、悲しいな。僕ね、はいはい、とうとう、はいはい、長年乗ってきた車を廃車。知らんわ、そんな。誰も興味ねえわ。悲しかった、ほんとに。悲しくないって言おうとしたね。お前だけで。悲しかったよ、ほんとに。なんでなんで。めっちゃ悲しかった。いや、だからもう適当にね、正直乗ってたんですよ、うん、もうボロッボロで、うん、車の中とかももう落書きだらけ、はいはい、そうだね、お前だって俺が車、お前の車借りてさ、うん、バンってぶつけても、うん、なんかお前、ああ気にすな気にすなみたいな、うん、ね、だったんですけど、怒ってって感じだと思うけど、なんだかんだ別れの時、本当に悲しくなって心がキューンってなって。なんでよ、やお前、お前のあれだ、お前の死にかけのババアからもらったやつ。やめれや、お前、やめれよ、お前。そんな昔の高級車や。ね、燃費悪い。燃費めっちゃ悪かったな。燃費悪かった、クソみたいな。まあこう言ったけど、正直俺も悲しかったさ。ああ、マジで。シェアハウスメンバー結構悲しかった。やっぱ乗ったし、まあ動画もあの車でいっぱい撮ったから、ね、思い出が蘇るわ。ああ、うん、悲しいな。いい思い出あんまないんすけどね。いや、だからちょ、悪い車ほど、まあ悪いって言ったらあれだけど、なんかなんていうの、独特な車さ、燃費も悪いし、だからこそ悲しいんでしょ。ああ、悲しいな。上等な車だったら逆に悲しい。また乗りたいとは思わないです。いや、思わないんかい。俺今日だからバイク乗ってて、うん、お前の車と同じ型の車ってよく走ってるさ、うんうん、あれが走ってて、俺一瞬なんかちょっと追いかけたもん。ちょっとなんかスーッてちょっと追いかけた。なんでよ。あってなんか吸い寄せられるかね。あれね、エイカーズの上映会がある、うんうん、あー、ありましたね、那覇でありまして、うん、一回テレビで放送されてる第1話から5話までを、ね、5話を一旦全部放送してトークショー、うんうん、ありましたですね。まあ、うん、すごかったですね。お、東京から日帰りできた。そうファンの方がいて、わざわざ来てくれてて、ね、うん、10分ぐらい遅刻して走ってきて、うん、よかった、間に合った。今キャリーバッグ引きずってきてたからね、うん、そう、今東京から来たんですよって言って、見てトークショー見て、そのままじゃあそのまま今那覇空港も帰りましょうねって言って、そうなんだ。俺今出演者だけど、そんなに。何がそんなに。いいだろよ、お前、ありがとうだろ、お前。そこへ、しかも6月に出ればよ、DVD らしいね。あと10日くらい出るわけさ、うんうん、あと10日待てよ。いいだろよ。もうちょい来てくれてありがとうございます。まあ、あれだ、ほんとに嬉しかったっすけど、いや嬉しい反面、まあ確かにね、旅費とかを考えたら、いや、DVD 出ないならわかるよ、うん、確かに見に来るわ、うんうんうん、沖縄でしか放送されてんから、うん、DVD あと10日で出るよ。まあせめて沖縄のなんかなんて言うんだろう、旅行ついでにだったらわかるけど、まあまあ確かにね、それだけを見に、すごいね、すごいありがたい、すごい人だよ、本当に、うん、ありがたいですよ、ありがたかったっすね、本当、はい、人一倍握手したわ。でもあのポスターにサインいっぱい書いたさ、出演者の、あそれを渡したら、 あ自分大丈夫です。うそー。それもらうやいらんばや、それはいらんばや、いらんばや、
もらえや、おい。そう、それは思ったけど。あ、でもでも本当にありがたかったっすさ。あ、ありがたかったっすね。でね、あの僕ちょっとなんか不満だったのが一個あって、うんうんうん、映画上映会でね、うん、あの出演者全員が、うん、まあ、主役級の人たちがね、うん、みんなであの一枚のポスターにサイン書いたんすよ、うん、20枚ぐらいね、書いてたね。それをみんなでプレゼントしたんすけど、うん、なんでヤーだけ自分で色紙用意して自分だけのサイン書いて渡してるってめっちゃムカついたのよ。いや、村みんなで、うん、ね、出演者中心メンバー8人ぐらいでみんなポスター書いて出したんだけど、うん、こいつだけこいつ村人 B なんすよ。のくせに色紙買ってきてドンキホーテで、うん、自前でね、村人 B 中地雄一郎メイン演技しましたみたいな買って、こいつ急に舞台出てきて、僕スタッフでね当日入ってたんですけど、スタッフだったんですけど、はい、舞台出て、僕のサイン入り欲しい方、手挙げてもらっていいですかって言って、なぜかちょっとね8名ぐらい上がって、それでは僕とじゃんけんして勝った人みたいな、そうそうそう、じゃんけんっぽい、じゃんけんまでさせたんですよ。ちょっと盛り上がって、おかしいだろなんだばや、いいだろう、いらんよ、いいだろ、需要があるんだから。ねえ、お前村人 B のサイン、村人 B にもまあでもまあ美味しかったな。美味しかったですね。ちょっと盛り上がってたね。あれは良かったですよ。お前も実際どう出たかったってこと？え、出たかったよ。したかったってこと？もちろん。もちろんしたかったよ。でもだからコウタから撮影の裏話とか聞いてたら、なんか、うん、うわ、やっぱきついからきつい嫌かなーっても思ったりもする。あー、なるほどね。半分半分。いやでもやった方がいいよ。やった方がいい。だからあれさ、今回ね龍神マビアが新キャストになるってことで、うんうん、らしいですね。そう入れ替えなるらしくて、うん、まあ、僕応募しましたからね。あ、嘘嘘 で、 嘘でびっくりした。嘘でやや、なんで信じればや、びっくりした、ツッコめや、なんでよや、俺や、なんで沖縄のヒーローすんの。あかんだろ。デコボクトレベリングが応募してましたね、うん、おー、うん、ぜひ何かしらね役もらってほしいね。そう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 、すごいですね。え、これいつまでリアル分からん。お前応募した、だから応募したい。無理だからやめろ。なんでよね。夢見させれよお前。じゃあヒーローっぽいことなんか言って、一言。お前は俺の目つきだけでやっつけられるぜ。変質性しや、変質性し、俺は絶対むずいって今の。ちょっとストーカーで、今の振りはひどすぎるって。ということでコメント読んでいきましょう、はい。アスアさん、はい、社内で花火のやつ見ましたよ。超熱そうで面白かった。いやあんま見せられないですけど、ね、中地さんのデコボコ寮とかね、はい、社内で打ち上げ花火して、あ、パニックでしたね。パニックでしたね。めっちゃ煙くて、煙の方なんだ、うん、煙がもう暑さもそうですけど、もちろん痛いですけど、煙に息できない、息できないんですよ本当に。絶対やらないでね。まあやらないと思うけど。やらないからね、絶対やらないね。誰も絶対。ゆめかさん、首里菓子女子サッカーベスト8入りました、おめでとうございます。おお、いや俺らもう首里菓子猛プッシュだから。うわー、猛プッシュですよ、もうプッシュ、はい、ほんとかお前。ほんとだよ、ほんとだよ。首里菓子好きなのお前。好きだよ。好き、大好き、大好き。じゃあどこのチーム応援してんの？首里菓子の部活何応援してんの？部活、うん、合唱。いや嘘つけや、嘘つけ。合唱ないか。合唱ないよ。あるよ、あるよや、あ る, あるよや、あるけど、いい入ってあるの？ある。あー、そっかそっか。それはまあ、首里菓子僕たち応援してるんでね、はい、頑張ってください。女子サッカーもおめでとうございます。マジでこれき、じゃあ見に行こうか。もう行きたい、うん、めっちゃ行きたい。何でもいい。え、俺ハンドは見に行ったな。あ、行った、うん、あ、去年か。ハンドも行ったし、一応ルールわからないスポーツ見るって、うん、ほんとしんどい。なんでよや、なんでよや。ハンドのルールがわからなすぎて。楽しめルールがわかるやつだったらいいんだけど ね、 ね、うん、スプリームさん、東京から日帰りファンの鏡やなということで、そうですね、ありがとうございます。ほんで感謝です、ほんとに内地から来てくれてね、わざわざ、はい、ありがとうございます。一発ユーミンさん、愛知県のユーミンさんですね、はい、DVD 予約しとけな、しとかなきゃということで、あ、すごい、うん、ありがとうございます。まあ、4000ちょいかな、5000円ぐらいするんですけど、まあまあまあ、でもなんかカレーもついてくるのかな。カレーも、うんうん、あ、ほんとにアミゴカレーって、あー、はいはいはい、悪役のなんかキャラの、なんか美味しそうなんでね、ぜひそれも買ってください。はい、アスターさん、あの車捨てたんですか？海に捨てました。なんで？まあ嘘です、廃車ですね、廃車しました。沖縄大好きさん、お、こんばんは。デンジャラスゾンビかっこ仮面ライダーネタ、全然わかんない。わからんわからん、全然わかんない。デンジャラスゾンビ何で、それを言うなら、今晩デンジャラスナイトだ。え、全然わかんない。わからんわからんわからん、わからないですよ、僕たち。ラジオリスナーにたまにいる独特な世界観のやつだ。すげえ面白いです ね、 みんな、はいはいはい、なんかじゃあこの辺で、はいはい、一旦曲入りました。はい、入りましょう。
いきますか。はいはい。あ、待って、これちょっと気になるの、お前がなんか話したいって、 YouTube アカウント作成自分でコメントってこれ何これいいよ。うん、これ本当に。ね、うん、俺もう YouTube が好きすぎて、うん、あのアカウントあるじゃないですか、 KY チャンネルのアカウント。あるね、で僕携帯でね、あのずっとログインしてる状態、うん、はいはいはい、なんですけど、でもまあやっぱ個人的にも YouTube を見るんで、はいはい、好きな YouTuber とか結構いたりするんですけど、うん、コメントしたいんですよ。はいはい、なるほどね。コメントしたくて、なんかファンの方と交流したくて。でも KY チャンネルの方と交流？なんかファンの方にコメントしてる人に、例えばはじめ社長のファンとお前が一緒にとか、うん、そうそうそう、はい、はじめ社長いいですよねってコメントしてるの見たら、いいよね、僕もいいと思います、はじめ社長好きですみたいな感じのしたくて、はいはい、でも KY チャンネルのアカウントでするわけにもいかないから、うん、別にいいけどね、うん、だから俺わざわざ、うん、自分用のアカウント作って、うん、あのアカウント名何、ね、待ってよ、何だったかな、カルマツさん。いやいやいや、いそうだな、カルマツさん、アンチコメントしてるやつにいそうだな、サオトメカルマツさん作って、やばいやつ、で、まあ、好きな YouTuber にコメントして、うん、でなおかつ、うん、もうこれど名前言っちゃったからあれなんですけど、うんうん、ちょくちょくサブ KY チャンネルにもコメントして、なんてコメントしたの、中地さん面白いって、死ねえ、これ恥ずかしい、死ねえよ、探さないでね、本当に何してんのお前、これ探さないでね、マジで何してんのお前、マジで探さないでね、ふざけんなお前、いやなんか本当に恥ずかしいから嫌なんですけど、隠すつもりだったんですけど、コウタ気持ち悪い出るなとか書いてないよ、ね、これは書いてない、ね、書いてないよ、中地さん、お前さてはお前最近、うん、コウタさんかっこいいとか、うん、デコボクトラベリングスかっこいいって言われてて中地何も言われてんから、ちょっと焦ってるんですよ、僕さては自分で作ったな鳥肌やった、マジで、なんか気持ち悪いよな、正直、マジで、だから昨日ね、あの、うん、僕はいなかったんですけど、サブ KY チャンネルのアカウントで、うん、あの YouTube で、あの、うん、まあ、ツイキャス放送みたいな生放送してたんですよ、 YouTube 生放送してた、僕コメントしてます、はっ、なんて、普通にあの、うん、なんだったかな、まあ、当たり障りのない、あの、皆さん好きです、はい、みたいな、気持ち悪いよ、ほんとよお前はボケー、これ気持ち悪いよな、ほんとに、もう俺あるお前、もう俺気持ち悪いコメント、じゃあ俺今度から、うん、中地さんかっこいいとか中地さん面白いって、うん、中地褒めてるコメント見たら、うん、全部お前って思うから、ね、違うから、マジで全部俺じゃないから、めったにないけどね、めったにないですけど、引くわ、これきついっすね、きついわ、ごめんなさい、本当に気持ち悪い話しすぎてということで、気持ち悪い中地、次のコーナーどうぞ、はい、はい、ではここで一旦、曲を、あ、曲ですね、はいはい、お聴きください、うん、リップスライムで楽園ベイベー、中地さん面白いわあー、これ名前覚えてるかな、みんな探さないでね、本当にマリエさん、YouTube、早速探してしまいました、うわサオトメ、サオトメカルマツさん、ユウトさん、サオトメカルマツってこれ、はい、名前、感じです、ヒロミさん、いやいや中地かっこいいよって、一応ね、キリタニケンタと似てる、うん、抱かれますやめろやめろシュピリームさん、中地くんの黒歴史確定、うわうわ、黒歴史っていうよりかも、あの現在進行形の確かに、ね、歴史のね、今一番新しいページの部分なんでいやあ恥ずかしい、でも僕こういうところあるんですよね、自分のラジオの番組に、うん、自分でラジオネーム作って、うん、投稿したりとかして、うん、でそのあラジオ来てますねみたいなメッセージ来てます、ね、いやでも意外とね、まあ、俺たちそういうコーナーしてあれだけどはい、はい、この前ね、だから RBC アイラジオで、はいはいはい、僕たちコーナーがあるんですけど、はいはい、なんかクイズ出してるんですよ、はいはい、結構若者言葉クイズみたいな、うんうんうん、で、やっぱ難しかったのかな、難しいっす、コメントが一切来てない時があって、うんうん、この、なんていうの、みんな分からなくて、うん、来てない時があってどうしようって言ったんですよ、ディレクターの方に、うん、そのディレクターが、なんていうの、あ、即答で、うん、あ、じゃあ、なんけ、なんとかしょ、なんとかかんとかっていうラジオネームで、答えお願い、あ、答え送ったことにしといてみたいな、うんうんうん、怖がってんの、ちょっとね、裏側即答で、まあ、あ、もうなんて説明難しいけど、うん、なんていうの、もうなんとかオレオみたいな、うん、なんとかオレオか、なんとかオレオ、ラジオネームなんとかオレオで、うん、コメント来てたことにしといてみたいなうわラジオの裏返しさと思ってそれをラジオで言うな、お前俺たちもやってね、あ、でもこれ暴露言いますわ、また、デコボコトラベリングビッグスモール、霊相談
あれ怪しいっすよ、あれあれ怪しいよ、怪しい、怪しい、確かに怪しい、あれ、え、本当に来てるのかな、そんな毎回来るね、あれ怪しいよ、いやー来ないでしょう、え、これね、僕来週までに問い詰めていきます本当にデイラクトメッセージ来ているのか、怪しいっす、あれ確かに、うん、自分で熱をしてるのさ、まあ、調べていきましょうはい、それではデンジャラスナイト、次のコーナー行ってみましょう。コータプレゼンツ芸人のギャラランキング、はい、ということでですね、はい、このコーナーですね、まあ、僕たちお笑い芸人してますけど、はいはい、内地の芸人もね、面白い人たくさんいるじゃないですか、はいはいはい、その芸人たちのギャラの相場というか、のを調べてきました。調べられたの、まあ、一つのサイトから調べたらやっぱ偏ってくるさ、うんうん、そいつが適当にやってる可能性もあるし、うんうん、4つのサイトを合わせて平均出しました。うわー、え、怖い、ガチなやつ出しました。ランキングってことですよね、ランキングですね。え、一番多くてどうなんだろうな、夢みたいな。お前的にじゃあ一番、あ、じゃあ皆さんもぜひね、コメント、あ、ぜひね、コメントお願いします、うん、お笑い芸人で東京の1位2位3位トップ3誰だと思いますか。はいはいはい、まあ、1位はまあもちろん、うん、ダウンタウンの松本かな。あ、ダウンタウンっていうよりかは松本単体、うん、ダウンタウン松本人志が1位。1位、なるほどね、うん、はいはい、皆さんもこの人が1位かなみたいになります1位でしょうね、これは。まあ、2位浜田とかなのかな。あ、でも案外宮迫、あ、トンネルズはどうなの、これはタレントに入るの、ね、あ、コメント来ました、トンネルズ芸人だよお前。中田猫さん、さんまさん、松本さん、設楽さん、設楽さん、はいはい、設楽さんね、帯持ってますから。そっか、明石家さんまも、あ、それじゃあさんまさん、あ、来てますね、はいはい、これなんて読むんだっけ、吉和、ん、森瀬吉和か、吉垣さん、有吉が儲けてそう。あー、そっか、うん、有吉もいましたね。ゆうとさん、後藤さんも低くはない。あ、まあ、それではランキング1位から発表します、はい、1位、同率1位ですね、はい、ビートたけし。うわー、ビートたけし、そっちか、同率1位ですね。え、あと1人は、またビートたけしの最高ギャラ単価ですね。あ、これは1本ってこと、うん、1回出演です、はいはいはい、1回出演、はい、だからまあ収録 1,2 時間かな、うん、ビートたけしのなんだっけ、テレビタックル、はいはいはい、ビートたけしのテレビタックル1本のギャラ300万円です。うわー、1本、うわ、1本、えげつな、300万円です。えげつな、マジか。だから 1,2 時間撮影してあの人は300万稼いでます。もう公務員のね、そうそうそう、1年間の給料をビートたけしはもう1時間で稼ぐ。そうですね。そして、まあ、出演料のギャラ単価だいたい200万から300万って言われてるらしい。ビートたけし、そんな高いんだ。そうで、ビートたけしってなんか CM 出演してるやん最近。はい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 、かっこいい感じ、うん、自動車だったり保険だったり、うん、CM の出演料1本1億円いきます。はあ、まあ、でも CM すごいわ、有名さ。だから綾瀬はるかも1本1億円で、はいはいはい、シャンプーの CM。 いやでも、そうか、そうそうそう、1億か、1億円で、だから CM 料金だけでも年にもう5、6円どころか10億円近く CM だけで。はあ、うん、CM っていいね。でプラス、うん、あ、だって1週間に1本レベルじゃんやテレビ、うん、1週間何十本もしてて、それが1本300万。そしてビートたけし他に映画監督で構成作家、ああ、大学教授、エッセイ書いたりとか本書いたりとか多彩な顔持ってるんで、そういうの全部合わせれば、まあ、推定年収は15億から16億。うわー、うん、やばいっす。使っても使ってもなくならないっすね。うわー、まあ、もっとあると思うけど。いや、うん、いいね、もしかしたらね、もっとあるかもしれないっすね。そうっすね、まあ、高級車、うわ、夢が広がるわ、いいわ、うん、高級車ね、数々の外国の高級車を持ってるらしい。うわで、最高の、あ、ビートたけしが持ってる最高級の車が、うん、ブガッテ、ブガッティビロイン、価格2億円。ですね、僕車が大好きなんですけど、うん、ブガッティ、うん、これ世界で一番高い車って言われてて、あ、マジで、で、うん、金出せば買える車じゃないです。あ、マジで、金を2億払えば買えるってわけじゃない、うん、この人間自身の審査がある。この人はこのブガッティを所有していいかの、乗ってもいいかっていう、うん、この審査がある。
日本には本当にね、何名いるかいないかじゃないですかね、まあ、世界の北野だからね、ブガッティ、うわー、鳥肌立つわということで、すごいんすげえ。じゃあ次行きましょうか、はい、同率1位明石家さんまですね、さんまさんか、まあ、そうですね、さんまは、うん、さんまさんか、最高キャラはやっぱり300万円うわぁ、ほんまでっか TV、 踊るさんま御殿など、うん、すごいな、まあ、やっぱ、まあ、お笑いビッグ3だね、すごいな、うん、で、レギュラー番組ビッグ3って誰だっけ、さんまさん、さんま、ビートたけし、タモリ、あ、タモリさん、うん、はい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 、レギュラー番組もしっかり持ってますが、さんまが強いのはやっぱり特番、あー、うん、いやすごいなですね、いやそれぐらいのね、うん、実力というかもう面白いですからね、もう年収は4億から5億うわで、ここちょっとプチ情報なんですけど、はいはい、ゴールデンタイムの MC に起用されたら、はい、平均キャラはもう1本200万から300万うわすげえ、だからもうゴールデンタイムで MC してる人たちはもうあれは1本300万円稼いでるって考えてもらってる、すげえ、うん、ちなみにバブル期のさんまの MC のキャラは1本500万円だった、うわすごい来ましたね、その頃に比べたらまあギャラ半分以下にはなってるけど、うん、1回でですよ、で CM 出演料もさんまは1本1億円うわぁ、だからやっぱり桁が違う、なんかおかしくなってきたね、そうだね、おかしいよこれ、さんまの年収もやっぱ平均で8億から10億もう以上、うわ、うん、どういう生活してるんだろう、さんま意外とっていうのがあって、うん、個人事務所設立してて、そうなんだ、ギャラの管理とかはやっぱ抜かりない、いやだから吉本に名前はあるけど、うん、お金の面は、ああ、うん、そうなんだ、そうそうそう、そんなのもできるんだ、そうそうそう、ギャラ管理とか税金対策とかも抜かりないらしく、意外とまあがめついというか、うん、まあしっかりしてる、お金はしっかりしてる、ああすごいな、これちょっといい話俺さんま聞いたことあって、うん、さんま最近終わった番組あるのかな、さんまのまんま、あー、うん、終わったの、あれ終わったんだけど、その理由が、うん、視聴率も良かったわよ、うんうん、さんまのまんま分かる、なんか変な、なんか犬みたいなやつ、あの犬みたいなマスコットキャラクターが出てくるやつ、うん、でゲスト呼んで、うん、部屋で喋るっていう、うんうん、あれ結構な長寿番組だよね、そう、打ち切りの、そう、打ち切りの理由が、うん、視聴率は別に悪くないわよ、うんうん、けどお金を払えなくなってきたっていう、さんまに、さんまどんどんもギャラ高くなってきて、うんうん、もうすごい人だからギャラ毎回高いキャラ払うのが払えなくなってきたっていう、うんうんうん、曲側が、うん、でさんまは最初はもうノーギャラでも俺はいいよって言ったらしい、うん、だからさんまのまんまやりたいまだ、うんうん、って言ったけど1週間ぐらいに、うん、やっぱりさんまのまんま終わるわ、さんまさんが、うん、スタッフがびっくりして、うん、いやあんなにさんまのまんま好きだったのに、うん、もう無料でもやる、うん、そんぐらいこのなんて愛がある、うんうん、さんまのまんまなんでね、うん、撤回して終わるって言うんすかって言ったら、うん、俺が無料でやってしまったら、うんうん、自分より下の芸人たちの単価も下がる、うわー、そうそうって、だからさんまが、はいはいはい、さんま無料でやってるのにとか、うわー、そうそうそうで、下の芸人たちが苦しむから、俺はやっぱ300万だから、ちゃんとしたお金でやったらあれな、軸になるやん、うんうん、さんまさんも、そしたら下も250万だなって、うんうんうん、うわー、さんまが無料でやってしまったら下の芸人が苦しむから、そう、そのために自分の愛してるさんまのまんまを強引にもう泣く泣くやめたと、お笑い芸人のために後輩たちのために、うん、自分の好きな番組を終わったっていう、そう、すげえ、すごい、なんちゅう人なんだよ、もうすごいですね、すごいな、そしてもっとすごいのがなんか昔からやってる番組だったり、うん、昔のスタッフがやってる番組とかを格安で出てるらしくて、うんうん、で衝撃だよ、うん、あの1本300万のラジオをしてるさんまが、うん、地方ローカルのラジオ出てて、スタッフの、スタッフと仲いいからって、はいはいはい、1本3万から5万でやってるって、すげえ、関西ローカルで、マジで、だからもうギリギリなんていうの、ギリ高いっていうの、うん、そう、だからもうちゃんと昔お世話になった人にはちゃんと恩返しとして、うわー、1本300万でやる人が1本3万とかでやってもいる、すごいなあ、うん、さんまさん、かな、うん、わんわこんなことされたら、そうそうそう、ということで何してんだよもう、うん、だからね、ビートたけしも有名だよね、あー、うん、いろいろありますよね、うん、伝説というかいい話というか、うん、だから洗濯機がない人がいて、はい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 、後輩芸人に、うん、じゃあ俺がお誕生日プレゼント、うん、してあげるわって言って、うん、たらい、たらいね、バンって渡して、うん、なんすかこのたらいみたいな、うん、俺ね、お風呂、あ、俺ね、洗濯これしないといけないんすか、うん、って言って、パッてたらいの後ろ見たら300万円
つけてたっていう。これでつけたセンターっていう。これ痺れるよな、うん、これめっちゃかっこいい。かっこいいですね。まあ、大物になる人はやっぱね、なんかすごい下にもちゃんとやるということで、すごい本当に。あのそうですね、まあ、PS 情報ですが、はい、俺変山に毎日怒ってます、うん、スニッカーズ怒ってますしかも30円の方ちっちゃいやつね、うん、ハーフのやつ、ね、まあまあまあ、そして同率1位がタモリ。わー、ビッグ3。我ビッグ3ですね。タモリもまあ同じ感じですね。ミュージックステーション1本300万、はい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 、笑っていいとも、もう1日300万。うわ、うん、まあ視聴率下がった近年では180万ほどだったけど、いやいや、あの人はもう300万ってね、週 5やってたから、もう毎日300万ババババババって稼いでたから、もう週1週間で1500万、うん、そうそうそう。うわー、もうなんか腹立ってきたわ。だいいとも前は年収8億円だったって。うわ、けどでもいいとも終わった後も今も3億円超え。マジ か、うん、か正直もう8億円か3億円に減ったところでもう全然気にしてない。気にしないだろうね、うん。で、タモリの資産は推定で150億円以上もう笑けるわ、うん、もうこんなん。どういう、ちなみにタモリの豪邸は、うん、推定で8億円お家。すげー、めっちゃすごいらしい。8億円の家に住んでんの。そうそうそう、首里城より高いそうだな首里城買えるな。いやいや、まあ、だからお笑いビッグ3がすごいということね、価値がありますから、うん、ということで、そして次、うん、で4位が、うっちゃんなんちゃんの内村。ああ、うんうん、そうですね。そうなんだ。そう、という感じになっておりまして、それ以外の順位が結構ダウンタウンとか、あ、そして爆笑問題とかもですね。4位5位爆笑問題だったり、はい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 、うん、ダウンタウンがね意外とあれなんじゃないですか。意外と、うん、ちょっと待ってください。ダウンタウンが7位ですね。ああそうなんだ。浜田の方が高いっていう。まあ、MC じゃないだから。まあそうか、うん、まだ結構 MC でいろいろやってるから、一人でね、うん、やってるのって結構多いですからね。もうこいつこのもう1本200万か300万だね、やっぱ。なんかね、うん、すごいよねこのみんな。だからもう次の日から仕事をね、うん、もう一切何にもやらないで、うん、いやだって遊びほうけても、いや普通にだって、うん、普通にだって2億円あれば遊んで暮らせるから、ね、うん、仕事しないで。豪遊してね、暮らせる額は持ってるはずなのに、リスクを背負ってまでね、で滑るじゃないですか、お笑い芸人って。滑ったら嫌じゃないですか。そうですね。でリスクを背負ってまでやっぱテレビに出てね。そうですね。だからもうお金のためじゃないんだよね、あのレベルの人たち。すごい。じゃあ順位バーッといきましょうね、うん、なんだっけ、8位、あ、順位ちょっと間違えました、さっき。あ、4位5位が爆笑問題、はいはい、田中太田で、クリームシューが6位、うちゃなんちゃうち、あ、で8位マツコデラックス、9位マツコデラックス芸人なんだ一応。9位、そうだよ、9位がクリームシュー有田、あ、10位が浜田なんだ。で11位松本って感じですね。12位が笑福亭鶴瓶、13位加藤とかね。そっからナインティナインだったり、あ、まあ、15位志村けん、うん、まあ、今はねそんな17位トンネルズみたいな、20位岡村ナインティナインで、24位ふなっしー。ふなっしーも芸人なんだ。芸人はなんだ。いや違うと思うけどでもふなっしー推定年収1億5000万。マジか。ふなっしーすごいの、あれマネージャーも何もつけて一人でやってるから、お金の管理も全部一人でかっさらっていってる、はいはいはい、営業のやり取りとかもね。ふなっしー最近テレビ出ないさ。確かに。なんでかわかる？開けられたとかじゃなくて、うん、もうストップしてるらしい。もうお金いらんって言って。うわー、もう今仕事ストップしてる。そうですよね、普通もう遊んで暮らせますから。だからもう今3億4億稼いでるから、うん、もう今はもうふなっしー熱いしね。もう今ふなし辞めてるらしい。いやすごいですよねこの続けるって。だから皆さんがね今やってる仕事で、うん、もしもね、まあ、3億から4億もらったとして、うん、今の仕事続けますかって言われたらね。中地どうする、芸人今2億稼いだら。いやー辞めるんじゃない。やめろやめろ。いやだから口ではね続けるって言いますよそりゃ。いやー続けんよ、やめるやめる。でしょ、うん、今の仕事どうします。もうそこのレベルまで行けばもしかしたら続けるのかな。逆にもお金ね、すごいかっこいいなって思うな、うん、続けるって。ここでちょっと最後のに雑学なんですけど、はいはい、スマップの個人のレギュラー番組の本数、うんうん、あ、じゃあね年収、スマップメンバー年収5人、うん、まあ、元スマップですね、1位が もちろん、いや中居正広ですね。あ、そうかそうか、中居正広6億4000万年収。木村拓哉2億7000万。でもだから中居がダントツ。
なんかね、それ聞いたら2億って少なく感じる。少なく感じるか、いやいやいや、いやめっちゃすごいですからね、うん、人生で稼げないからね。月にまあ1800万ぐらいもらう。草薙が同じ2億7000万で、稲垣1億3000万、香取慎吾8600万。いやもうそれでも相当すごいですね。ということでですね、気持ち悪いよな。内地はもうガッポガッポしさ、もういいっすね。いいな、私ももうすぐ行きましょう。もうあすぐどうにかね、そっちに行けるように、ね、夢ね、目指していきましょう。夢は大きいですね。コメント読んでいきましょうか。はいはい。ミノモ、あ、シュプリームさん、ミノモンタさんも昔すごかったって。 あミノモンタも今も10位に入ってました。そうかそうか、18位ぐらい、すごいっすよ。ゆうとさん、 KYD さんも有名になって番組作りましょう。ゴールデンじゃなくてお昼の番組。いや僕たちはですね、深夜番組っすか、無理っすわ。そうですね、BS ぐらいの、ね、深夜枠で何かやれたらいいですね。まあ、いつかはゴールデンでしたいですね。はい。ナノマイケル君、お私にも前おごっていただきありがとうございます。あお、まあ、俺さ、俺結構おごるべ。おお、うん、俺だからプライベートでもヒーローだからさ。キモキモキモいわ。中根猫さん、松本さんは今までに後輩に1億円ぐらい奢ってるそうです。あーそうだね、だってね、松本の給料で1億円って、うん、まあ余裕だからな。そんなそこら辺の居酒屋やな、あ何万円とかや、余裕だよ。ほんとに何万円がもう1円程度でしょ、ほんとにね。うん、でも松本今でも、うん、あの牛丼チェーン店でご飯食べたりするとかね、そういう話もありますね。まあ、笑い芸人はね、ちゃんと揃えてないと、うん、感覚は。愛知県ユーミンさん、はい、金銭感覚狂っちゃいそうってこと。狂うよ。だから俺たまになんでよと思うのが、うん、番組で、うん、分かる、例えばな、洋服1万円って言って、うん、みんな、うん、とか言ってるけど、うんうん、いや嘘つけ。絶対ね、うん、番組用のリアクションですよ、うん、絶対、うん、安いだろ、うん、1億円とかって、あ 1万円とかって、うん、スプリームさん、まずはアベマ TV から。確かに、あー今風ですね。あーアベマ TV、 アベマ TV もいいですね、やりたいですね。ということで、まあ皆さんね、まあ別に芸人とかじゃなくてもね、はいはい、お金持ちはいっぱいいるんで、社長だったり、はい、何かねビジネス成功させたりとかね、皆さんそこ目指していきましょう。みんなね、お金持ちにやっていきましょう。ということで、コートプレゼンツ芸人のギャラランキングでした。それではここで一旦 CM に入ります。いいなぁ、好きな仕事してる。いいなぁ、続けられるってね。ゆうとさん、でもそこまでたどり着くのに苦労してますからね。まあもちろん、その先に成功していいからいいお金かけます。もちろん、まあ、確かにね、みんな大変なの、はかり知れない努力は。いや逆にお金持ちはお金持ちで大変だと思う。あ、そう、写真撮られるとか、あ、まあ、お金持ちとか有名、うん、うん、もうプライベートないようなもんでしょ。ないでしょうね、もう、うん、でもきついのは意外とダウンタウンとかが楽らしいよ、やっぱり大御所まで行くと。だからゲスト出演がないから決まってるわよ、はいはい、何曜日この仕事、何曜日この仕事、はいはいはい、だからなんて言うんだろう、なんてオフの日もいっぱいあるし、オフの時間帯もあるし、休みも取りやすい、はいはいはい、だちょっと売れてる、だからトレンディエンジェルとか今、 あ、 うん、あの辺がきついんじゃん。いろんなところにね、うん、ネタしに行ったり、うん、ネタも営業もして漫才もして番組もゲストいっぱい出て、そうです、ね、MC もローカルにしてとか、はい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 、楽しそうだけどね、それもそれもそれで、まあね、いろんなところに行けるって、まあ、そうですね、すごいですね、うん、でも俺らもやって思ったけど、うん、意外とテレビってなんか楽しそうできついよね。きつい、うん、めっちゃきつい。ロケとかもさ、意外となんか楽しそうできついよね。きついきつい、めっちゃきついよ。みんなだって楽しいって感じでロケしてるよりは、うん、やっぱいろいろ考えてるさ。もうフル回転させてますからね。面白いこと言おうだったり、なんかなんていうのね、言葉考えたりとか、うん、それどころじゃない。メッシもだからグルメロケ初めてこの前沖縄ボンでした時、はいはいはい、なんかね、番組見てる今までは、うん、わ美味しそうだなみたいな、いいなご飯食べて、飯食ってね、うん、金もらえるっていいなと思って、いざやったら意外ときついし、もうめっちゃ怖かった、うん、俺覚えてる、もうガチガチに緊張して、もうだってね、ご飯食ってる目の前にカメラがあるんですよ。そうそうそう、意外とガチガチで味一切しなかったっすからね。うん、大変前 KY デンジャラスのデンジャラスナイト。はい、デンジャラスナイト、続いてのコーナーはゆとりニュースチェックということでですね、はい、今回ちょっと初めてのコーナーですね、これは、うん、今後ちょっと月1ぐらいでやっていきたいなと思ってるんですけど、はいはいはい、まあ、ゆとり世代とか、まあ、僕たちね、ラジオ聞かんやん、あ、ラジオじゃない、なんだっけ、
ニュース、まあ、まあ、まあ、そうですね、ラジオも聞かないけど、うん、あのニュース見ないやん。見ないっすね、もうテレビ見ないっすからね、僕たち YouTube しか見ないさ。はい、だからちょニュースを逆に今回調べて話していこうというか、うん、まあ、ニュースをね、まあ、俺たちっぽくというか、はいはいはい、俺たちなりの考えでちょっとね、はいはいはい、皆さんと一緒にいい、ね、まあ、コメントも一緒にね、はいはいはい、やっていきたいなと思いまして。いや、もうニュース見ないっすね、ま、そうなんですよ。あ、新聞ももちろん読まないですけど。そうですね、確かに。じゃ一つ目のニュースいっていきましょう。はい、パンサー向井、痴漢冤罪に遭遇、女性が突然お前触ってんだよって言われたということ。うわー、怖っ。電車ですぐ隣の女性が向井、うん、イケメンの方か。そう、はいはい、斎藤。これはですね、なんか仕事移動の時にパンサー向井が電車に乗ってたら、うん、女性が、すぐ横にいた女性が急にお前触ってんだよって言って声上げて、うん、うん、服が当たったのかなと思った向井は、もし服が当たってたならすいませんって謝罪したら、いやお前痴漢だろって言って、次の駅で降りろ、うわー、駅直して行くぞってめっちゃ言ってきて、怖っ。そうそうそう、どうしようもできないですよね、正直。できなくて、まあ、偶然その近くにいた人が痴漢しないってちゃんと目撃してたから、うんうんうん、どうにかだったらしいけど、これはね、そのお金の稼ぎ方してるみたいのある。ああ、あるみたいですね。沖縄ではね、あんまりないんだよな、遠い世界だけど。あんまりね、電車とかがないんだ、うん、モノレールは那覇市内しか走ってない。ぎゅうぎゅうだから、うん、だからよく内地の人は手を挙げてね、乗ったりするって。うんうんうん、確かにそうですよね、うん、なんかね、もう取り外しできればいいですけどね、肩から右腕と左腕を取ってから、それを触ってないよ、上の方にね、棚の方置いてたりとかできたらいいですけどね。で、今なんとですね、痴漢冤罪保険があるらしい。怖ー、そんなのもあんの。だからそれほど多いってことなんだろうね、痴漢冤罪って。痴漢冤罪が多い、うん、そう、だから怖いなと思う。怖ーで、怖いのが、触ったでしょって言われたら、うん、意外と何も言えんくない。そうだね、急にね、なんか触ってないっすよって言ったら触ってるっぽいし、うん、いや触ってない触ってないって言っても触ってるっぽいし、うん、なんていうの、悪魔の言葉だな。なんと、ちょっとあくび我慢してたちょっと今あくび我慢してた見逃せや、おい見逃せや。いやこの時間帯ってちょっと眠いだろ。痴漢冤罪、いやかかれやでも、うん、でも俺あるな、一回俺お祭りで、かりゆし58のライブかな、南城市祭りで見てた時に、後ろにおっさんがいて、俺のケツにチンコっぽいのが、あ、お前が痴漢されたんだ。痴漢というか、俺のずっとチンコっぽいのがずっと当たってて、棒が、俺ほんと怖くなくて、俺わこれ女子こんな気持ちなんだと思って、意外とチンコ当たってますよとか、いや気持ち悪いとか言えんばよ。それは特殊だな、お前の。いや違う違う、聞けで、動いたりもできないぜ、俺もガッチガチ、もうずっともうチンコ当たってるチンコ当たってる気のせいじゃなくて、それガチガチギュウギュウだからとか、ガチ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 で、これガチなんだけど、俺ガッチガチだったわ、うん、で、俺ガチガチっていうのはライブ終わった後にチンチンがガチガチ、チンチンがガチガチじゃないよなんで俺チンコ当たってチンチンガチガチだわ。おちょっと乗り気やし違うよ。そうそうそう、で俺怖くて、うん、30分40分かな、怖いな、チンコ当たって。そうで、ライブ終わった後に、うんうん、パーって後ろいなくなったから、パーって見たら、あのこのなんていうの、あのポケットからペンライトが出てたわ、うん、ペンライトだったわ、当たってんの、うん、けど、いやこれ面白い話じゃなくてじゃなんていうの、これって俺がよ、行動に移さんかったからいいけど、うんうん、俺がもし痴漢ですよって言ったらこいつ危なかったやん。いや、あの男の人が痴漢されましたって言っても何の説得力ないから。いやでもだから、この人ヤバい人だって。だからそんぐらい冤罪の可能性あるって。はいはいはい、なるほどねペンライトごときで俺チンコって思ったから、うんうん、いや思うやん。でも硬いのが、まあまあ確かにね、あた後ろにおっさんがいたら、うんうん、俺は見た目にもよるなと思うんだよなあ。だから爽やかなイケメン、はいはいはい、たまにない、お前前からさ、うん、怖いおっさんが歩いてきて、うんうん、あのおっさん怖い、絶対やばいやつだ、うん、って思ったら、あのなんかちっちゃいお子さんがパパーって走ってきて、うんうんうん、あ、なんだみたいな、ない？あ、あるあるある、あるんじゃん、めっちゃある。ちっちゃい子供がいたら、うん、あ、なんだ普通のおっさんやし、うんうん、いいおっさんやし、うんうんうん、みたいな、なんか見た目によるな。見た目によりますね。でもパンサー向井もね、冤罪で捕まってますけど、まあね、まあね、だいぶ爽やか系ですよ。まあ、イケメンはイケメンで、逆にチャラいから疑われる、うん、あ、これどうすればいいと思う、対策。対策もうだからね、まあもう解決方法は、うん、もうなんか上上げとくしかないんじゃない。ああ、まあね、さっき言ったけど、うんうん、鼻に指突っ込
込んどくとかは。いやいやいや、誰も気持ち悪くて近づかないんだよ。いやいや、だからそれはそれで変質者として捕まるから意味ないよ。そっか、うん、難しいな。そうそう、だから本当に皆さん気をつけないといけないんすよ。あ、怖いね、うん、本当にね。内地の電車乗った時とかはね、はい、ぜひぜひ気をつけてください。コメント読んでいきましょう。はいはい、シュプリームさん、はい、山手線で痴漢に触られて喜ぶ嫁。あ、でも俺らの同級生でもいたな。なんかブッサイクな同級生が、うん、なんか今日なんか自転車でブーって走ってたら、うん、パンって痴漢されたって言って、うん、俺絶対お前バック取ろうとしただけだろうと思った絶対そうだろ。まあそうだね、バック背負ってたらしいう、ねうん、バックだろうと思った。バック、うん、バックを取ろうとしたら間違えてケツにすかして当たったんだろうと思って、でもめっちゃ喜んでた。あー、そういう女子いるよね。ブサイクな女に試験されて、うん、もう本当に男って嫌いみたいな。あー、いる、めっちゃうざい。もう平気な国際通りでさ、ね、ナンパされたらキモいみたいな、本当にお前言いますよね。本当にそん嫌だもん、本当に気持ち悪い。もう嫌だ、もう痴漢冤罪やめてほしいですね。本当にやめてください。せめて美人にされたい。痴漢冤罪されるならね、ブサイクにされたくない。なんかお前みたいな触らんよやとも言えんしね、うん、せめて美人にされたいっすわ、痴漢冤罪はね、うん、シュプリームさん、できるだけ女性は女性専用車に乗ってほしい。あ、時々ガラガラの時がある。そういうのもあるみたいですね。確かにな、女性側も気使ってほしいっすよね、はいはいはい、確かに。はいはい、うん、浦添ののりさん、南城市祭りでコータと会ったね。そうなの、のりさんっすか、後ろにいたの。嘘。違う、あ、じゃあ違う、違いますよね。そう、あの後っすね、僕の悲劇は、うん、ペンライトを40分ずっとチンコだと思ってたから最悪っす。ということでね、じゃあラスト1個ニュースいきましょうか。ラスト1個がですね、ハリセンボン春菜、花見で酔っ払いに、あ、ロケ中に酔っ払いにいじられまくって、はいはい、ロケがちょっと中断したというかね、うん、まあ、ジャネーヨで連呼ということで、はいはい、まあ、春菜さんはまあ乗ってあげたのかな。これニュース見てマジわかるわと思って、あ、あの一発ギャグしてくださいみたいな。ああ、マジだるくないあれ。きついな、きついっすね。本当に俺だからこの前のあのお店で、うん、あのお友達とね飯食ってて、うんうん、店員に一個下のね、うん、男の子がいて、うんうん、パーって来て、コウタさん、KY デンジャラスさんですよね、うんうんうん、あ、KY デンジャラスよでもあんまり今日、あんまりどういうコンビかわからないです。いや、わからないんかいって言ったばよ、言ったんね、失礼やん、一応、うん、でも別に KY デンジャラスがそんな知ってるわけじゃないっす、うん、名前聞いたことあるぐらいっす、うん、でも知ってますみたいな、うん、だるい絡みしてきて、ね、はいはい、いや一応、でも一応そこは優しくね、うん、いや知らないんかいって言って、うん、一緒に同級生爆笑して、うん、そしたらそいつちょっといい気になって、うん、分からん、俺と一緒にこうなんていうのね、掛け合いで、うん、みんな笑い取ったって思ってんのかな。一発ギャグしてくださいって言ってきて、いや、するかや、しないよやって言ってまたみんなドカン受けて、うん、いい気になって、うん、それをこいつは仕事中のくせに15分間続けたのよ。うわー、俺めっちゃしんど、めっちゃムカついて俺ちょっと芸人だけど最低なことしてしまって、うん、お前死ねって言ってしまった。真顔で最低かよ。我慢できんくて、我慢しねえやそこ。もう真顔で、芸人としても真顔でちょっと3オクターブぐらいちょっと高めの声でお前死ねって言ってしまった。マジで、いやツッコミじゃなくガチで言って、芸人としても人間としても最低だよそれは。変な空気になって、そりゃなるよお前。超ムカついてビビるよやお前。いや、なめやんかね。いや本当に、いやだからなんて言うんですかね、あのたまにこれ話したらたまにいるんですよ。いや芸人だからそこはファンね、ファンがいてからの芸人ですよね、はいはい、とか、ああじゃあねちゃんとやってくださいよね、ちゃんと対応してあげてくださいよって言うけど、うん、いや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 、じゃあなんていうの、美容師にさ、うんうん、すいませんちょっと切ってもらっていいですか髪って言わんさ、うん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 、ね、プライベートで絶対言わないですよね。うん、おかしいでしょ。うん、おかしいですよ確かに。ありがたいっていうのもあるんですけど、ね、ああ、ないんだ、ないんだ、うん、ないんだ、ない。いや、俺も優しい、そうっすよ、ゆうとさん、こう俺も優しいわ。15分間一応突っ込んであげたけど、ね、ずっと言うからもう、はいはい、これあかんなと思って舐められちゃあかん。まあそうですね、うん、俺あんまりね、うん、声かけられない。そういうのちょっと憧れるな。そもそも、そもそも憧れるな。ぜひじゃあお前一発ギャグしてくださいって言われたら
殺すっていう。いやお前も言うばよ。お前もそこはやれや。そこは俺はやりますじゃないばよ。お前も言うんだ。ということでお時間ですね。もうそうですね。ということで、はい、皆さんまあね別に声かけるのはいいですよ。写真とかも絶対僕は嬉しいんで、ありがたいです。嬉しいです。 OK ですけど、まあ一発企画してくださいとか面白いこと言ってくださいっていうのはちょっとやめてほしいっすわ。はい、うん、僕たちもねプライベートがあるんでね。まずそんなお笑い芸人イコールギャグみたいな。あー確かにね、うん、そういう芸人のジャンルやん、うん、ラッパーにさ、うん、ね、ラッパーに即興ラップしてくださいって言ってできる人もいるかもしれない。いやそれはだからいいけど、うん、ラッパーにすいませんなんか小田和正のさよなら歌ってください、うん、みたいなもんじゃん、うん、そうだね。いや別に俺一発ギャグするキャラじゃないし、うん、みたいなね。確かにね。ということで皆さんね気をつけてください、はい、ということで気をつけてくださいっていうかね、頑張っていきましょう。はい、はい、ということでエンディングですね。すいませんギリギリまで喋って、はいはい、コメント、あコメントも後で読んでいきましょうか。はいはいはい、ということで今週も楽しかったですね。早かったですね、うん、1時間。はいはい、明日、朝6時から僕たち中国で放送される謎のドラマのエキストラで、うん、観光客役として出演しますので、はい、正直はっきり言ってだるいですわ、はい、あ中国で放映されるって、はい、誰が見んねん。あもしよかったらね、うん、チェックしてみてください。いやできんよね、はい、できんよね。はい、そうですね、ということで、はいはい、今週も皆さんありがとうございました。以上 KY デンジャラスのデンジャラスナイトでした。また来週。はい、はい、ということでですね、ラジオ終わりましたが、まあ追加するあとちょっと続きますね。コメント読んでいきましょう。はい、ゆうたさん、お中地さんは優しそう。いや俺の方が優しいって。いやいやもうこれはねあんまコウタ褒めたくないけど、はいはい、ファン対応はコウタ神でだよな、うん、神だよな、神で俺本当に。いや本当に神っすよ。しかも俺コンパクトに自分っていうのはおかしい。しかも俺コンパクトに神だからね。コンパクトに神なんだ、うん、だから俺もキャプテンさんファンです。あ、ありがとうありがとう本当ありがとうね、うんありがとう、うんバイバイみたいな。すごい、うん、すごい。これ今適当に見えるけど、うん、これをちゃんとやってる。短いなりにもそうそうそう愛情がたくさんこもってましたね今。それしかも短い理由は一緒にいる友達のためね。あすごい。そうそうそう、俺だから写真も 俺から撮ろうっていう。はい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 、だからね、だから俺さ声かけてきてほしいんだよな。あだから言ってさこの前も1時間ついてくる中学生、あ4人ぐらいでずっと後ろからついてきて、あ怖いわ。怖いね、うん、で結局なんか、うん、パッて後ろ見たらなんかこうなんか後ろ向いたりそうあっちも後ろ向いたりとか下手くそななんか探偵みたいな、うん、なんか変な感じになって、うん、そうですね。まあ、ぜひ中ちゃんも声かけてほしいっすわ。あ本当にマジで。両都がデコボコの両都が最近反省してたな。あそうなんか、あいつ愛想はいいけど、うん、もっとなんかあいつやっぱ真面目だから偉いと思う、うんうん、もっとなんか喋ってあげたいみたいな。なんかもっと自分から喋って相手をこう盛り上げたいって言ってた。すごいな。ファン対応の仕方で反省会を開くんだね。すごいな、やっぱすごいよ、リョウト。すごい、リョウトよ、超真面目で、めっちゃ偉いと思う。ストイックだよ、値段に関しても。ストイックだよ。お前だよ、ストイックじゃないのは。サブちゃん、10分ぐらい練習しやがってよ。俺とリョウトが4、5時間かけてるんだ。10分ぐらいで編集して、ちゃちゃっと出しやがって。申し訳ないぞ、本当に。まあね、YouTube サブ系はチンネルもね、毎日投稿してるんで、はいはい、ぜひ見てくださいね。それではコメント読んでいきましょう、もう一度ね。中田猫さん、死ねって言いたくなるよね。ということで、まあそうっすね。まあでも言ったらダメだよ。まあね、うん、うん。気をつけますわ、これは。本当にね、俺、本当に相当、相当やばかったからね。ちょっとしかもなんかちょっと俺が分かった今、うん、時間、あ、時間、あ、見てなかった、俺見てなかったやつ見てた、見えかった、見えた、あ、俺あっち見てたな、間違えた、ありがとうございます、すいません、すいません、ありがとうございました。延長しないでいいです。あ、いや、だいあ、これ延長できるんですか、一応、もう一回開始、あ、いや、大丈夫です、大丈夫です、ありがとうございます。